はい、おはようございます。沖縄、おばばでございます。はい、今日も非常に暑いです、沖縄。はい。まあ、なんというか、はい。えー、まあ、なんて言うのかな。えー、時々ね、えー、考えさせられるコメントがあいろいろ出てきますね。えー、なん、なんて言ったらいいんでしょうかね。こう、いろんなことにね、まあ自分軸で生きてない 人が周りにいたりとかすると、本当になんか、こういうことを言うのはあれなのかもしれないけど、被害をこうむるのは自分軸で生きてる人なんですよ。はい。まあ、選挙においてもそうなんですけどね。いろんな面でそう思います。そういう人たちって、非常に面白い共通点があるんですよ。自分軸で生きてない人。必ず他の人のせいにします。はい。 例えば、あのー、まあ、例を言ったらまずいのかもしれないですけど、フレームレアですね。はい。あれをパクついた人。はい。で、私が、はあれは自己責任だって言いますでしょそうするとないやかんやは言うんですよ。まあ、強制のところはしょうがないです。はい。強制のところはもう自分の責任じゃありません。強制な,なのでね。でも、日本は強制じゃないんですよ。はい。えー、でもね、結局ね、えー、その人が決 決定したんです。まあ、会社、会社がね、辞めさせる辞めさせないの話があったからって言って妥協してっていう話も聞きますけど、でもね、法律でね、それやっちゃいけないことになってるんで、きちんと直談判すればいいんですよ、会社に。はい。ちょっとおかしいんじゃないんですかと。はい、えー。そういうことを言うと、えー、法律の専門家にちょっと相談しますけど、よろしいですかと。はい。 そういうふうに一言言えばいいだけなんです。そしたらね、もう、向こうも何も言っちゃきませんから。はい。そういうことなんですよ。もうね、なんかっていうと、えー、そういう人たちはやってしまった後に他の人のせいにします。はい。えー、会社が悪いだのね。はい。えー、性の風が悪いだのね。えー、これじ、あれですから、あのー、任意ですから。ち、ちなみに、はい。 強制じゃないんでね。強制のところはしょうがないです。いにしてもいいです。はい、えー。まあ、なんていうのかな。私の知ってるね。まあ、ある YouTuber さんは海外に住んでて、えー、海外、まあ、オーストラリアなんですけどね。えー、で、オーストラリアは強制になったんで、えー、日本に来ましたっていう方もいらっしゃいますからね。まあ、お金があればね、資金があればそういうこともできると思います。はい。あ、もしくはね、 え、あのー、なんて言うのかなあ知り合いがいればね。はい。いろいろ面倒見てくれる人がいればの話ですけどね。まあ、そういう感じです。まあ、とりあえずね、誰々のせいとか、社会が悪いとか、あそういうことじゃないんですよ。まず自分軸で生きてるかどうかなんですよね。生き方の問題なんです、これ。 はい。えー、まあ朝からお説教臭くて申し訳ないんですけど、ずっと考えてました。はい。えー、どうしてね、こうね、えー、ぬの人たちはね、えー、他のせいに従うのかなって思ってたんですよ。 はい。まあ、そういう社会の構造も悪いとは思いますけど、強く言えない自分も反省しなきゃいけないと思います。はい。えー、それでね、まあ、お金がないっていうのもわかるんですけどね、備蓄の話をするとね、そんな金額ないって。じゃあね、えー、安いものたくさん買えばいいんですよ。はい。あの、業務スーパー行けばね、安いお米いっぱいありますから、そういうのね、えー、買っとけばいいんです。はい。あの、頭は使うものです。はい。 え脳みそは使わないと、どん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 ね、退化します。はい。なので、えー、何かというと、考える。この習慣をつけた方がいいですね。まあ、考えすぎも良くないですけど、しかしね、全く考えないのはもっと悪いです。はい。えー、退化します。確実に退化します。はい。えー、まあ、このね、えー、日本がね、日本人がね、 はい。お上に頼るという、この思考ですね。えー、これもね、何かあったら上のせいにすればいいやっていう、そういうね、感覚が見え隠れするんですけど、まあ、まあ、何かあってもね、何かあったら、後の祭りですから、はい。上のせいには、してもね、もう、怒っちゃったことは取り返しつきませんからね。 はい。そういうことなんですよ。だからね、えー、自分軸、自分、自分がね、主役っていう感覚をもうちょっと持ってください。はい。えー、脇役になんなくていいんです。自分の人生なんだから自分が主役で生きてください。はい。そういうことです。もうちょっとね、この感覚をつけないといけないと思います。日本人は特に。はい。えー、まあ、そういうことですね。 はい。他から言われて、うんぬんじゃなくて、自分がどう思って、自分がどう感じるか。はい。これを言えばいいだけなんですよ。はい。えー、ま、あの、例のね、メロンちゃんのこともそうですしね、子供のね。えー、いろいろありますよ。はい。ただね、えー、まあ、なんていうのかな。強く言えないところがあるっていうのもわかりますからね。本音は言えないっていうところもね。 私もこれ全、あの、本音、今までの動画で、本当の本音はまだ喋ってませんから、はい。えー、まそういうことなんですよ。えー、まあ、なんていうのかな。あ本音言っちゃうね、そりゃ、ちょっとね、あれかなっていうところは、オブラートに包んで言ったりします。はい。でももうちょっとね、えー、日本人の場合は、 えー、主張してもいいと思いますよ。はい。そうじゃなければ、本当にね、えー、向こう側の思惑通りに、えー、日本人絶滅計画が完了してしまうということになってしまうのでね。はい。えー、もうちょっとね、えー、日本人はね、えー、ちょっと、主張しましょう。はい。えー、なんて言うのかな。あ、まあ、なんて言うのかな。思いやりの嘘はいいですよ。例えばね、 えー、子供に、なんていうのかな、友達に赤ちゃんができたと。はい。その赤ちゃんがね、えー、ちょっとぶっちゃなんだけど、えー、まさかね、本当のことは言えないですよね。<laughs> はい。だからちょっと、あ、かわいいね。かわいい。個性的なお子さんね。っていう感じでね。えー、ちょっとこういった、はまあ、嘘はいいかと思います。はい。これも嘘ですけど、嘘の種類が違います。はい。そういうことでございます。はい。 えー、なのでね、もうちょっと他の面ではね、主張できるところはもうちょっと主張してもいいかと思います。えー、いろいろなね、えー、コメントとか見てて感じたことでした。はい、えー。まあ政府になんかに頼ってられませんからあ、あの、後の祭りですよ、本当に頼ったら。はい。それ、まあ自分でね、えー、自分が主役で、えー、自己決定権をね、行使して、えー 私たちは歩んでまいりましょうということです。はい。これからは、あそれが不可欠ですね。はい。えー、できない人は多分、まあ、お気の毒ですけど、淘汰されるかもしれないです。はい。えー、そういうことです。それでは皆さんね、えー、また、あ、今日いろいろ配信しますので、よろしくお願いいたします。沖縄おばばでした。はい、みきさん、おてってですね。かわいいですね。あー。ねえ。